こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回はですね、もう皆さん見ていただいてわかる通り、こちらですね、ユナイテッドアローズグリーンレーベルリラクシングさんのですね、プレスルームに今回もお邪魔させていただきました。実はですね、3月の初旬にこれまた恒例になっているですね、グリーンレーベルさんとのコラボレーションの動画を撮る予定なんですが、そちらの打ち合わせでですね、こちらのプレスルームにお邪魔したわけなんですね。で、せっかく来たからにはですね、タダで帰るわけにはいかないということで、まあやっぱりですね、この春物ですね、皆さんにご紹介したいなということで、今回の動画ではグリーンレーベルの春服のトレンドアイテムベスト5ということで、皆さんにですね、春物を一挙にご紹介したいなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。まあ、まだまだですね、実際には寒くて、春服買うのをもう少し先にしようかなという方もいらっしゃるかもしれないんですが、もうお店に行けばですね、この通り結構春服がですね、たくさんあるんですね。ですので、皆さん、そろそろですね、春に向けて買い物をしていくために、ぜひ今回の動画参考にしていただければなというふうに思ってます。ということで早速見ていきましょうか。ねえ、本当にこういろんなものがあるわけなんですが、まず最初にね、気になったのは、このコートですね。これめちゃくちゃいいなと思ったんですね。まあ、デザイン的には、まあ、いわゆるこうベーシックなチェスターコートなんですけども、ちょっとこうサイズ感がオーバーサイズに振ってあって、そのあたりがこうトレンド感があって、非常にですね、使い勝手がいいんじゃないかなと思いますね。まあ色合いもね、ちょっとこう春らしいベージュだとか、あとこれはオリーブかな。このオリーブもまたすごくいい色合いですね。せっかくなんでちょっと羽織ってみたいと思います。はい。まあね、なんかこういうチェスターコートというとね、こういうコットン系のものよりも、ちょっとこう冬のウールっぽいものが多いので、なんか新鮮な感じがしますね。で、サイズ感もなんか割とこうジャストなサイズが多い中で、これね、ちょっとゆったりめで、ね、肩もラグラになっていて、そのあたりもなんかこう新鮮ですよね。ちょいゆるサイズかといってやりすぎていないような、このちょっとゆったり感があるくらい。これがね、ちょうどいいなと思いますね。今僕が着用してるのが M サイズなんですけども、まあこれぐらいでワンサイズ上げていただいてもいいかなと。ちなみに僕は身長164センチの53キロで、まあ、ジャストサイズが S なんですけども、ワンサイズ上げてもですね、ちょっと雰囲気いいんじゃないかなと思いますね。まあ、内側はですね、僕は今回バンドカラーのシャツを着ていますが、こんな形で襟がスッキリとしたシャツで合わせてもらうか、もしくはね、こういったニット系で合わせてもらってもいいですよね。はい、丸首のニットでも間違いなくハマってくるので、まあ、様々な着こなしができるかなと思いますね。この生地の質感いいですよね。シャンブレーっぽくて、ちょっとこうわかりますかね？ややこう光沢感があって、まあ、この柔らかな光沢感がなんか大人の男性にはぴったりかなと思うので、これはめちゃくちゃおすすめです。ぜひ皆さん、店頭でチェックをしていただければなと思っています。で、続いて気になるのはですね、これですよね。これは何でしょうか？トレンド感抜群にあるですね、バブアーのアウターですね。これはですね、去年ぐらいからかなりこうトレンドアイテムとしていろんなショップでもやってますが、別注なんですよね。そうですね、バーレーというモデルをグリーンレベルで別注させていただいて、はい、これいいですよね。なんか僕の中ではバブアーって着丈が短いものが多い印象なんですけど、まあ、ロング丈でなんかこう大人っぽい雰囲気で着れるなっていうところと、また襟型もね、ちょっと新鮮な感じしますが、こんなね、スタンドカラーって意外とないですよね。そうです、通常はステンカラーのデザインになってるんですけど、スタンドカラーで、まあ、春らしくスッキリとさせていただいているのと、うんうん、あとは、裏地のチェックですね。微妙に裏地もこだわって、させていただいています。チェックですね。確かにこういった脱いだ時にね、ちょっと柄が見えるのも雰囲気いいですよね。これちょっと旬な雰囲気抜群に感じますよね。ちょっと羽織ってみたいと思います。サイズ感もちょっとゆったりめですよね。なんか通常のサイズよりも少しオーバーサイズに切ってあるんですよね。はい、ハーフサイズからワンサイズぐらいと有名になって、はい、このあたりのね、なんかクラシックなんだけどもサイズ感はこう今っぽくアップデートされてるのもいいかなと思いますし、個人的なこの襟型ですね。スタンドカラーもね、ちょっと最近のアウターには少しずつ多くなってきていて、旬を感じますね。
で、この襟の内側がね、ちょっとこうバブアらしい素材使いになってますよね。コーデュロイのね。ここら辺もなんかいいですよね。うまい形でこうアップデートされていて、まあ、丈が長くて、まあ、割とこう大人っぽく見えるんですけど、軽いし、あとは素材こう、オイルドではなくて、ポリエステルなんですよね。そうです。ポリエステル100のノーマックスで、はい。撥水性もある素材になります。そうそう。これなんか、ざっくり羽織って、ガンガンハードに使えそうな感じがして、そのあたりも含めてすごくいいなと思いますね。ちょっと他にはない別注っていうことで、すぐなくなりそうな気配がするので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思います。はい、続いてこちらに移動してみましょうか。このゾーンもね、ちょっといろいろ気になるものがたくさんありますね。ニューバランスのスニーカーとかもね、なんかすごくいい感じで、今っぽいトレンド感のあるものですが、その中でね、個人的に気になったのは、まずこれかな。プレイパンツってやつですかね。このホワイト系のパンツとかは、ちょっとね、この去年ぐらいからじわりじわりとトレンドアイテムに浮上してきてるかなと思いますね。まあ、僕自身も白パン大好きで、本の中でもよく解説をしてたんですが、そういったものと比べると、シルエットはね、最近はこう、ゆったりめのものも増えてきていて、ちょっとこう、コンサバな感じの白パンじゃなくて、ややゆったりめでラフに履いてもらうと、今っぽいんじゃないかなと思いますね。で、腰もね、全部こう、ゴムになっているので、リラックス感があって、そのあたりも使い勝手がいいので、これはね、結構この春夏には、ものすごく活躍するんじゃないかなと思いますね。で、このパンツをですね、どう合わせるかっていうと、僕はこのバブアーの、ちょっとこうね、男らしさというか、英国のこう武骨な感じに、ちょっと爽やかな白パンを合わせるっていう着こなしは、すごくいいかなと思うので、まあ、こんな組み合わせで使ってもらうといいんじゃないかなと思いますね。うん、この白パンは個人的にも欲しいので、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思います。意外とないんですよ。白パンで、ちょっとこうゆったりめで使いやすいものって、なかなか探してもなかったので、これは一押しのアイテムかなと思っています。はい、続いてですね、もう一つ気になるものがこちらにありまして、ボーダーのカットソーですね。これまたですね、定番アイテムではあるんですが、去年ぐらいからじわりじわりと増えてきていて、なんかこう今年はちょっと久々に着てみたいなっていう雰囲気があるんですよね。ね、こういったボーダーのカットソーで、シルエットもちょっとゆったりめですよね。そうですね。レギュラーのものよりか気持ち緩めになっております。はい。もともとね、こういったものってこうタイトに着るっていうよりは、まあジャストサイズよりちょっとゆったりめで着る感じではあるんですが、それにしても結構ゆったりめの今っぽいサイズ感に、アップデートされているのが雰囲気いいなと思いますし、素材もギザコットンですかね。そうですね。はい。いいですね。肌触りがいい。こういった、まあ、ベーシックで使いやすいアイテムなんですけども、サイズ感が今っぽいのと、素材感が上品で大人っぽいというところで、これは大人の男性には使いやすいかなと思いますね。で、これをどう合わせるかというと、まあ、単体でももちろん使えるんですが、個人的にはですね、なんか上にコートを羽織ってあげるといいかなと思って、こういった先ほどの、こういったコートですね。チェスターコートの緩めのサイジングのものに、内側にこういったものを入れてあげるといいかなと思うので、ちょっと入れてみますね。こんな感じでどうでしょうか。コートがちょっと大人っぽくて、そしてその内側はカジュアルなボーダーで、綺麗めとカジュアルのバランスをとってあげると、大人の男性にも似合いやすいかなと思うので、ぜひ皆さんにもこういった大人のカジュアルの着こなしもですね、トライをしていただければなと思っています。続いてですね、ラストはこっちのゾーンを見ていきたいなと思うんですが、ここにね、置いてあって気になってるのはですね、皆さんも同じだと思うんですけども、ここですよね。ジャーマントレーナー、もうグリーンレーベルの中では、鉄板のアイテムで、僕も散々ですね、擦り倒してきた、殿堂入りした一足がこちらですね。もう何度も何度も使っているので、皆さんもご存知かなと思うんですが、気づけばですね、またバリエーションが増えてるので、ちょっとここがすごく気になったんですよね。個人的にね、この中で一番気になったのは、まずはこちらですね。色合い。これはベージュからブラウンぐらいの色合いで、すごくね、上品ですよね。まあ白もいいんですけども、ちょっと違った雰囲気を楽しみたいなとか、先ほどの白パンとかの相性も考えると、ちょっと足元こういったベージュ系もいいかなと思うので、結構これはね、個人的に今気になってるんですよね。品がいいので、ブラックのパンツにも合うし、あとはホワイト系のパンツ、グレー系でも合うので、これはね、個人的には今ちょっと一押しで皆さんにご紹介したい一足かなと思ってます。そしてもう一足気になるのはこちらですね。
これまた新鮮な雰囲気ですね。まあ、大元のデザインは変わらないんですけども、まずはスエードになっていて、そこにですね、白いステッチが一つアクセントとして効いてて、これがね、とってもいいなと思うのと、あとはですね、これ、スリッポンタイプになっていて、紐がないんですよね。この雰囲気がなかなかですね、ストイックでかっこいいなと思っていて、ちょっとこう、人との違いを楽しみたいという方には、このタイプ、なかなかいいんじゃないかなと思いますね。まあ、ちょっと気になるところはこの2足ですね。どっちにしようか迷いどころですが、皆さんぜひコメント欄で、皆さんだったらどっちが欲しいっていうところ、どしどしコメントいただければなと思っています。はい。まあ、このあたりスニーカー気になるところなんですが、あともう一つはですね、このバッグですね。まあ、ブリーフィングのバッグは、これ使い勝手がめちゃくちゃいいんですよ。まあ、サイズ感もちょっとコンパクトにしてるんですよね。ちょ、別注バージョンなんですよね、こちらね。そうですね。バリスティックナイロンではなくて、ゴージュアナイロンを使っておりますので、うんうん、重さ的にも使いやすいかなと、うんうん。そうですね。なんかこう、重量感なくて、ラフに使いやすいのと、まあ、サイズがね、こう、あまり大きすぎると、なんかこう、そこまで荷物がない休日には、ちょっとこう、オーバースペックかなと思うんですが、まあ、これぐらいのサイズ感ってめちゃくちゃ使い勝手がいいですね。そして中なんですけども、ちょっと見ていただきたいんですが、こう、開けるとですね、上がですね、ちゃんとこう、ジップで締められるようになってるんですね。結構トートバッグって、この蓋がなくて、中身が見えっぱなしになってしまうことが少なくないんですが、このね、蓋がちゃんとあるところがまず、ありがたいなという点なのと、あと内側ですね。ちょっと色がね、同色ではなくて、グレー系になってるので、中身がちゃんと見えやすい。荷物をですね、取り出しやすいってところも、かなり使い勝手がいいポイントかなと思いますね。まあ、ポケットもね、ちゃんと充実していますよね。PC もしまえるような箇所もちゃんとありますので、この中、あまりこうサイズ感としては大きすぎないんですけど、ちゃんと PC も収納ができて、細かいポケットも充実してるので、そういった使い勝手の点もですね、めちゃくちゃよく考えられてるので、これはね、オンオフで両方使えるバッグとしては、皆さんにもおすすめかなと思いますね。まあ、個人的にはブラックが使いやすいかなと思うんですが、結構こういったネイビーですかね、こういった色合いも明るい雰囲気なので、結構ここは人気がね、分かれるところかなと思うんですが、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では、グリーンレーベルさんのプレスルームにお邪魔をしまして、春のトレンドアイテムをですね、皆さんに5個だったはずがですね、6個になってしまいましたが、ご紹介をさせていただきました。どれもですね、トレンド感はあるんですけども、大人の男性にも使いやすいような、程よいトレンド感なので、本当にこれはですね、皆さんにもお勧めできるものが多かったかなと思っています。ぜひ皆さんも普段の着こなしの中に、1、2点足すだけでも全然雰囲気が変わるかなと思うので、今後の春のですね、お買い物の参考にしていただければなと思ってます。そしてですね、3月には、毎年恒例でやっています、グリーンレベルさんとのコラボレーション動画もですね、待っていますので、そちらもぜひ皆さん楽しみにしていただければなというふうに思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは、大人の男性に向けて、メンズファッションの基本をなるべく分かりやすく解説をしていきたいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。